横浜の鳥羽の文子の姉御よう、大阪維新と自民党が騒いでいるそうじゃないか。鳥羽のことなら横浜も黙っちゃいないよ。わかったかい？待った。大阪とか横浜とかうるせえじゃねえか。日本の鳥羽はおいら秋元司が預かるって知らねえのか？中国企業からの不正献金は伊達じゃねえってよ。バレただけで750万円をくだらねえ。おめえら、うちに帰って、布団かぶって寝ちまいな、いいな。からじしボタン。